石の養造の芸術。万里天風。万里だから。万のり大いりなちどこもかしかも天風、天の風が吹く。万里天風冷ややかに。山に登ってのうて。あっちどこもそこも天の風が冷ややかに。 深山深い山石を踏んでいく万里天風冷ややかに深山石を踏んでいくこれを万里天風と書いている次こういうふうにえー 章を書いて、言葉を書いていたら、その情景を想像してこの章を見てほしい。その情景を想像して章を読んでもらうために、私は言葉を考えている。夜深き時。夜深き時。月は白く。 夜深き時、乾坤歳月移る。夜深き時、まあ前中やね。月白く、月が白い、夜深き時、夜が深い時に、乾坤、これは天地の歳月は移っていく。月白き時、 え月白く夜深き時健康歳月移るまあその西洋的な考え方から言うとアホなということになるけどまあ私は考える月が白い夜が深い夜に天地の時が移っていく、まあ、ちょっとおサイエンティフィックではないが 面白いこういうふうな考え方は面白い確か科学的ではない論理的ではないが面白いその情景を皆さんは想像してほしい次は難しい字で「破防と書いてある「破れた帽子」と書いてある。 破れた帽子というのはどういうことかこれは昔中国では貴族は帽子をかぶっていたその男は帽子をかぶっていた破れた帽子というのはまあ役人でないという意味もあるし貧しいという意味もある破防破れた帽子 誰か哀れまん、人、もし、問わば、ひそかに笑いて、貧を売れず、貧しさを気にしない。破棒。まあ、これ、貧しいいうことを表してるね。破れた帽子、帽子来てるんねから。誰か哀れまん、誰が哀れむであろうか。 人、もし、問わば、人がもし、お前なんですの、破れた帽子かぶっとんや、と言うたら、私は、ひそかに笑いて、うん、ただあ、いろいろ言わずに笑って、貧しさを憂えず、気にしない。そういうことを言うてやる。 次、えー、次は楽勝楽勝というのは夕焼けという意味である <laughs> 楽勝円山青く小生判定に至る夕焼け 楽勝演算青く夕焼けの時遠くの山は青々と見える鐘の音が聞こえ小声判定に至る自分の小さな庭にまで聞こえてくる楽勝楽勝円山青く小声判定に至る まあこういう状況をね想像してこの章を見てくれんと意味がない私の言いたいところを察してくれんと意味がない次は「宿席酒先順」「宿席 酒、千駿。宿席というのはお祝いの席である。酒が千回巡るということは、みんな一回一通り飲んだら一巡。一巡ようね、みんなに行き渡ることを一巡という。二巡というのは、二回ずっとみんなが飲む、二回行き渡る。千駿というのは、もうたくさんたくさん酒が。 みんな飲むということで、宿席、酒、先順という。まあこれは非常に大げさな言い方で、白髪三千錠と同じやな。髭が三千錠もあるはずがない。それと同じように、まあ祝席、酒、先順というている。 あ飲みに飲んでいるいうことやな。次は、私のことを言うていると言うてもいい。九旬尖閣の前。九旬というのは九十いうこと。九十歳いうこと。九十歳、尖閣の前。 これは「千人の鶴の舞」と書いているけれどまあ千がついたら別に千人とは限らないまあめでたいという意味鶴の舞九十で鶴の舞を舞うという意味であるこれはもちろんお祝いの席なんかで九十歳の私が 尖閣の舞を舞うというふうな意味ではある。まあ、大体昔からもう90歳ぐらいになったら高齢者の高齢者の高齢者やから、まあ、そういう人が真っ白な髭や真っ白な頭でなお祝いの舞を舞うと。 いう意味である。次は白髪白紙これは紙と読む「し」というもんヒゲヒゲ白紙の「し」はヒゲ白紙流しヒゲが長い白いヒゲが長いという意味である歌は弱爆たる歩変の「夕べ」小声 霜に染む健康秋すでに追い」「改めて知る白紙長を弱爆たる静かな静かな湖辺の夕べ」「湖のほとりの夕べべ」何か歌にあったような感じがするね。「静かな湖畔の夕べ」やったかなまあ大体同じような意味。 静かな湖畔の夕べ。なんとか見えていて、うとうていたな。逆爆たる湖畔の夕べと同じ。湖辺の夕べ。鐘の声が聞こえ、小声。風。これは、モミディのようなやつが、霜に染む。霜に染められるということで、まあ、霜枯れしていると言うと言えばいいけど、 「結婚秋既に老い」「健康というのは天地」「天地は秋既に老い老い」というのはもう終わりに来ているそこで自分は改めて知るおおひげが真っ白で長くなったなというのを改めて知るそういう意味である。 えー、次は最後白髪いんけん白髪というのはまあ私みたいなもんやな真っ白な髪の毛いいというのは心けんというのは盛んということ頭は真っ白だが やる気満々というのを、白髪、いいけんという。けんというのは宝か。調子が高いよな。だから、白髪、いいけん白髪だがやる気満々というのを、白髪、いいけんという。まあ、僕もその一人かもわからはい。それで今日の 説明は終わりとします。